しましたら千秋さんがフェムケア、フェムテックに興味を持って発信していこうと思ったきっかけ、まあ、どういったタイミングだったんでしょうか。そもそも私はフェムテックという言葉を知ったのが最近なんですけど、もともと今私5歳の息子がおりましてそのなんか5年前に出産をしたのをきっかけに、すごい自分の体とか、あとなんかこうちょっと心の面とか、そういうところがこうすごく変化がありまして、まあね、年齢っていうのもあるかと思うんですけど、まあ、どうしたら自分がもっとこう楽しく、そして楽に心地よく過ごせるんだろうっていう悩みを抱えていた時に、フェムテックっていう言葉を聞いて、何だろうと思ったら、自分の悩みにものすごくこう当てはまる項目が多すぎて、あ、これはもしかしたら自分の悩みを解決できる何かが見つかるかもしれないというのを見つけて、まあ、興味を持ってっていう形になります。はい、そうですね、重大発表、皆さん気になってるかと思うんですけれども、はい、先ほどからね、まあ、この2人が並んでいることと、あとこちらに真ん中に「新進美ちゃん」って書いてあるかわいいパッケージが並んでおりますけれども、ひょっとして千秋さん、はい、はい、重大発表と申しますかもう今言っていただいたことになるんですけど、今回その新進美ちゃんさんと板尾千秋とで、コラボが決定いたしました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まさにこの3つ並んでいる今回ハーブティーをリリースさせていただきます。はいですね、フェムチアーズティー、はい、はい、名前がフェムチアーズティーという名前になります。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、この名前なんですけども、迷わずこれ一択で決めさせていただいたんですが、まあ、フェムっていうのが、まあ、女性を意味していて、まあ、女性の健康問題を解決していくっていう意味合いが込められているのと、あとチアーズっていうのが直訳すると、まあ、応援だったり乾杯っていう意味があるんですが、実はその勝手ながら私のファンのことをチアーズと呼ばせていただいてるんですけど、その私が大切に思う人とか大切な思いを込めてっていう意味がそのチアーズに入っているので、そのチアーズをくっつけてフェムチアーズティーという名前を今回付けさせていただきました。こちらが潤いブレンドということで、ちょっとその、まあ、肌だったり体の潤いをイメージしたお茶になっていて、で次ここの真ん中のものが、リラックスブレンドということなので、まあ、ちょっとハーブティー飲んで一息つきたいなみたいな時におすすめしている、ハーブティーになります。でこれがスリーブブレンドといって、私も結構寝る前、なんだろうな、なんかすごくこう神経がこう過敏になってしまって寝つけないことがただ悩みとしてあるので、まあ、そういった悩みに寄り添ったハーブティーを作っていただきました。はい、はい。